毎週水曜日は街をぐるぐる、担当は津山さんです。はい、お願いします。さあ今回は JR 徳山駅や徳山港に近い周南市築港町を歩きます。それでは築港町をぐるぐる。さあ周南市と大分県を結ぶフェリーを眺めながらの築港町の散策、徳山港周辺を歩いていると、あ、青い字で書いてある、あら、福の絵とともに徳山福センター株式会社さん、徳山福センターということはここで福がいただけちゃったり。すいません、あ、突然ですけども YAB の J ちゃん山口という番組で今ここら辺をちょっと歩いてるんですけども、徳山福センターって書いてあるから気になってきたんですが、はい、ここはフグがいただけるとか、あのフグの宅配とか、はいはい、卸とかやってます。はー、なんかいい匂いがしますね。駅の方で弁当を販売してる、そのお弁当の匂いかもしれないですね。徳山港すぐ近くにある徳山福センターさん、フグの加工場を作ろうと1988年に鮮魚店が集まり開きました。普段はフグの刺身や鍋セットなどを販売、お弁当は JR 徳山駅構内のコンビニに卸しているということです。じゃあここでは食べられないですか？あ、お弁当なら、はい、ちょっとフグはですね、はい、あのご予約いただかないとちょっと準備がありますので、はい、できないんですけど、はい、お弁当なら今ありますので、はい、言ってみるもんですね。まあ本来はね、前日までに事前予約をすれば福センターでもお弁当を買うことができるということです。こちらが幸福弁当っていう、あいいですか、はい、あ、これ2段になってるんですか、はい、お弁当はやっぱり見るよりも、あ、ぜひお召し上がり、食べたいですね。さすがおねだり直子ちゃんの本領発揮ですよね。いや、言ってみるもんですね。、はい、ということで徳山福センターさんが経営しているフグ料理専門店の甲斐さんへ場所を移し、幸福弁当を試食させていただくことになりました、うん、こちらもとっても素敵なお店です。うわ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 、松鍋さんもまたちょっとよそよ新たに。一応ユニフォームで、すみません。こちらのお店も素敵だなと思ったら、 ありがとうございます。いやー、そしてこちらのお弁当がやってまいりました。この中フグが入ってるわけですもんね。そうですね、はい、さあではベールに包まれていたこのお弁当が一体どんなものなのか、ドン。わお、1段目がおかずがぎっしり入ってますね。で、これが下、これフグの炊き込みご飯です。旅のお供に徳山駅新幹線改札口中のコンビニで販売される幸福弁当、はい、さあそのお味は、うん、うん、香りがいい。口に広がるこのフグのいい香りと出汁がいい感じに、旨味が全部の奥身に広がって、しっかりとこの身もね、食感を味わえる大きな大きさで、どこを取ってもフグがしっかり感じられる、まんべんなく贅沢に入ってますね。 ありがとうございます。ちなみにこのお弁当はいくらなんですか？税込みで1000円で販売してる。1000円？1000円、はい、まあ、もともと普通の一段のお弁当で販売してまして、はい、でそこからずっとやってたんですけど、うちの板前がですね、どん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 こう凝り始めて、はい、でいつからか2段にするとか言い出してですね。いや、でも買う私たちにとってはこんなに贅沢になってありがたいですよね、うんうん、ね、嬉しいですね、うん。で、彩り豊かなお惣菜にはフグの南蛮漬けがありまして、身が締まったフグ、甘辛く調理されていて上品な気持ちになりました。いや、もう美味しいお弁当食べて本当にまさに幸福な気持ちでいっぱいなんですけども、この後どこか出かけるとすれば、先ほどのフグセンターの、はい、
横の横にの横ぐらいに、はい、あのカフェがありますので、はい、クマさんの氷があった気がします。気になるワード出てきましたね、クマ、うん、さんの氷、うん、そう、へえ、何でしょう。隣の隣の隣に美味しいカフェがありますよっていうことだったんですけど、これですかね。白波カフェさん、ビルのような建物で、え、ここはい、行ってみましょうか。え、お邪魔します。あ、中はちゃんとカフェでした。お邪魔します。あ、あれ、はい、映像止まっちゃいましたけど、うん、そうなんですよ。あの、実はお店の方がちょっとね、映るのが恥ずかしいということで、ただいま撮影体制を調整中です。で、撮影 OK いただきました、はい、見てください、うん、このおしゃれなカフェ空間、うん、この日はね、あいにくの雨で残念だったんですが、晴れた日はね、港をきれいに眺められます、うん、なんかこちらでは熊の氷が可愛いというふうなワードをいただいてきたんですけども、ドリンクメニューの中にあります熊さんカフェラテバニラが一番人気になりますね。熊さんカフェラテバニラ、あ、はい、本当だ、熊さんいましたね。ということで、人気の熊さんカフェラテバニラと人気のスイーツチュンカロンのオレオを注文しました。それじゃーん、やってきました、ご覧ください。クマさんがコップの縁にちょこんと座ってますよ。あ、ちょっとビターでね、で、上のこのクリームと混ぜることによってね、マイルドになりました。で、アイスも一緒にね、食べながら、なんか飲みながらクマさんを見ながらね、すごい優しい気持ちになりながら。またトゥンカロンは光市の韓国スイーツのお店チャヌリさんが作られたものなんですね。噛むとじわっと甘みが染み出る生地に、少し甘さを控えたたっぷりクリームが味わえて、ね、この貝のような見た目もね、とっても可愛いですよね。おしゃれです、本当に。いやー、いいですね。徳山の海を見ながら、可愛らしい、とっても癒されるスイーツと一緒に時を過ごす、新しいものもどんどんできている実行、これからも目が離せませんね。くまさんの氷はすぐには溶けないので、ゆっくりくまさんに癒されてください、うん、そして次回は周南市早玉町へ。素敵な天然石とパンのお店を訪ねましたよ。ぜひご覧ください。では今回行った場所を振り返ってみましょう。おいしいお弁当いただきました徳山福センターさん、そしては、JR 徳山駅のですね、新幹線口ですね、こちらの港口から歩いておよそ5分のところにあります、はい、で、かわいいくまさんの氷の白波カフェさんは徳山福センターさんの隣の隣のビルにあります。で、駐車場はですね、カフェの裏に4台ほどありますので、そちらもご利用ください。じゃあさん、私この白波カフェ行ったことあります、うん、ね、はい、あの綺麗な海がね、晴れているとよく見えて、あとおしゃれなメニューがありますから、まさに映えオン映えで、女性のお客さん本当に多いんですよね。そうなんですよね、本当に映えるんですし、そしてやっぱ SNS の広がりで、はい、あの沖田さんみたいなスイーツ男子、はい、もう男女問わず来られているということでしたね、いいですね、ね、スイーツの見た目、そして、ロケーション、味も最高ですから、ぜひ皆さん訪れてください。津山さんで